皆さんこんにちは。お腹空いた。今日は日曜日なんです。先ほど有酸素ライブを終えて、今日は予定が詰まってるんですけど、今日の予定はなんとね、ハイパーナイフ聞いたことありますか？なんか筋肉のカット出しっていうんですか、かわかんないんですけど、まあとにかく体のメンテナンスをしに行くと。で、今日は初体験、ちょっとその様子を撮れるなら撮ってみようかなと思って、一応オープニングを撮っております。で、まあ、ハイパーナイフの効果やったりとかメリットみたいなのはまた後でお話聞けるかなと思うので、まあ、それは後で撮りたいんですけど、多分私のイメージでは筋膜剥がしみたいなイメージなんで、多分痛いっていうイメージであるんですけど、まあ、もしかしたら痛いのかもしれないんですけど、まあ、とりあえず体のケアをしに行こうと思います。ちなみにこれ昨日デビューしました。もう前の動画でも言ってんねんけど、爪が可愛くて嬉しくて何回も言っちゃう。はい、とにかく行ってきます。アレクサが消せる電気はないな。アレクサ、ごめんごめん、はい、すいませんすいません。よし、とりあえず近くまで着いて、なんか今日のサロンは天神橋筋商店街の中にあるので、今向かっております。めっちゃ美味しそうな野菜、野菜屋さんの上です。マスクでかない、なんかいろいろ説明もしてくれるみたいなので、まあ、それを省略して皆様にお伝えできたらいいなと思ってます。ハイパーナイフっていうのがやっぱり送信にも使えるし、うんうんうん、その筋肉をきれいに出す、カットラインにも出すし、なおかつ疲労回復、接骨院とかであれば筋肉を緩めてくれるっていう治療にも使われる、そう、あの機械になるので、そういった3パターンとかいろいろ使える機械だから、まずは今日は私はむくみを取りたいなと、はい、いうところをちょっとアプローチかけたいなと思ったのでやっていきます。やっほーハイフとハイパーナイフ一緒やと思ってたらちゃうみたい全然ちゃうらしい。で、なんかハイパーナイフは痛くないらしいです。ハイフがめっちゃ痛いらしくて、でもカット出しとかやったらハイパーナイフでいいらしい。めっちゃむくんでるって言われました私むくみやから取っていきます。なんか日サロでめっちゃ私むくむんですよね。その日サロ直後に来た方がいいんですか？そしたらちょっと置いた方がいいですよね、うん、ちょっと皮膚に弱あんまりよろしくないかなって今思いました。ちょっとだけ落ち着くの待ってもらってから抜く、うんうん、なんかハイパーしてもらって水分抜いてもらってから行くのもありかなって思いましたえ、めっちゃすごい、うん、こっちだけ当ててそうすげえ、え、めっちゃすごないです、すごい、お腹すごい、そう、ここめっちゃうまないですめっちゃお尻上がって、また写真送りますね。はい、お願いします。終わりました、最高。ちょっと写真を見ながらお家で喋りたいと思いますね。もう寝てた途中。はい、ただいま戻りました。疲れた。あの後ですね、なんとそのままピラティスに行ってですね、1時間みっちりピラティスやって、で帰ってきてご飯食べて、もうなんと4時。なんかとりあえずなんかめちゃめちゃ疲れてるんですけど、あのさっきのねエステですよ、もうあれが最高すぎて、体のむくみを取るっていう目的でやってもらったんですけども、まあそのね効果が多分絶大だと、効果が絶大やと思うんですよ。で、足を自分でもちゃんとまだ見てないからさ、ちょっとでもこれじゃわからんか、短パンに履き替えるね。これ椅子です、よっこらしょ。でね、足のねむくみがねほんまに取れたと思うんですよ。感動したの。私めっちゃ冷え性やからさ、末端足のむくみやったりとか、ウエストラインやったりとか、あと背中もやってもらったんですけど、まあとにかく全身今回やってもらってめちゃくちゃ良かったから、今日トレーニング夜したらめっちゃ汗とかかきやすくなってるらしいんですよね。まあ、なのでちょっとね今日のトレーニングと有酸素はちょっと楽しみ、まあ最高の時間でしたと。でやっぱりトレーニングも大事やし、食事も大事やけど、やっぱりケアも大事だなと思うので、大会までね最後まで突っ走っていきたいと思います。今日行ったねあのハイパーナイフはこれから大会まで残り4週間なんです。
ですけど、4週間で毎週日曜日にお願いすることになったので、日曜日に体のケアをしに行くと。で、まあ今日は説明でもあった通りですね、まあ、今回はもうむくみを徹底的に取ってもらう。で、回数重ねて最後カット出し、ね、っていうカット出しっていうか、なんかやったことないんでよくわかんないですけど、まあ、筋肉をよりね綺麗に見せるためのカット出しやったりっていうのもサポートしてもらうっていうことになりましたので、とにかくお姉さん綺麗好き、だいたいエステに寄る人って綺麗ですよね。なんかエステ綺麗な人のイメージ多いんですけど、綺麗な人が多いイメージなんですけど、まあね、めっちゃ優しかったし、めちゃめちゃ良かった、ほんまに良かった。でも途中寝てた。なんじゃこれなんじゃこれ。ということで皆さんおはようございます。3日後の水曜日になります。なんかあのね、施術したその日に今トレーニング行くって言って、トレーニング行って有酸素してる時に、じゃあハイパーナイフとハイフの違いもっと詳しく気になったんで自分で調べとったんですね。そうしたらハイパーナイフをやった3日後ぐらいまでがやっぱ一番効果が持続してるらしくて、今日ちょうど3日後なんで、3日後の今どんな感じみたいなのをお見せしたいなと思って3日後に撮っております。で、あれから日曜日トレーニングして、でも月曜日オフやったんですね。で、火曜日昨日もトレーニングして、有酸素もしてっていう感じで、で、ただいまの足の感じがね、こんな感じですね。これが果たしてむくみが今消えてるのかっていうのは、もう自分ではまたわからないんですけど、なんかそのハイパーナイフをやってもらった次の日の足のむくみのなさに驚いた。で、そっからでもまたね、2日経って、まあ、トレーニングとかもして、ケアをしっかり多分で、こら!まあ、あの自分でも一応ケアはしているんですけど、やっぱりハイパーナイフの次の日の効果は絶大やったと、その次の日思ったわけですよ。あと衝撃なのが体重が、今日がね一番マックスで低かって、マックスで低いって日本語変なんやけど、一番低くて 46.2 になってました。でハイパーナイフした次の日も 46.3 やって、足のむくみが多分なくなったから、ある程度水分がなくなってたんかなっていう印象やったら、ほんまに、でもほんまに超スッキリして、一応写真撮ったんやけどさ、ハイパーナイフした次の日の写真がこれやったんですね。超足がスッキリしてたの。こんな自分のスッキリした足初めて見たって感じなぐらい、なんか足首とかのなんかむくみが超取れてたって感じでした。まあなんかネットで調べたらさ、ハイパーナイフとハイフのメリットやったりデメリットやったりっていうのをいっぱいたくさん出てきたんですけど、まあ、ハイフはなんか調べてたら部分痩せにすごい効果的みたいなの書いてあって、でハイパーナイフはまあ書いて最初の方でね説明もあったけど、脂肪燃焼効果というか代謝アップとかやから、こう持続的にするならハイパーナイフがすごい自分的にもいいんじゃないかなって思ったわけ。超音波ハイフな、ハイフの方の超音波は振動を利用して脂肪細胞に働きかける。でラジオ波のハイパーナイフは振動によって起きる摩擦熱を利用して体の奥深くを加温するってことで、まあちょっと原理が違うんやけども、まあね、メリットデメリットもそれぞれにあるけど、私はハイパーナイフで結構なんかすごい効果を感じたので、これからが楽しみっていうことですね。そんな感じで今回のね動画、3日後にもう一度エンディングの撮り直しっていうことで、これからの私のむくみの取れ具合やったりっていうのも注目していただけたらなと思いますので、またお楽しみとしておきましょう。ではね、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。